医学部眼科学講座の林篤史教授を紹介します。林教授の専門は眼科学。目から入る光を信号に変えて情報として脳へ送る網膜硝子体。この網膜硝子体が異常をきたすことで引き起こされるさまざまな疾患について治療と研究を行っています。まず最近増えています加齢黄斑変性という病気があります。これは高齢者の方に起こりやすい病気ですけども、症状としては視力が下がったり物が歪んで見える。で、2つ目としては網膜色素変性という、これも比較的多い病気ですけれども、これは夜盲といいまして、暗いところで見えにくいという症状とか、視野が狭くなる視野狭窄という症状、3つ目としては比較的多い病気としては中心性衝撃性脈絡網膜症と、少し長い病名ですけれども、これは30代から50代ぐらいの方に起こりやすい病気です。これも視力が下がったり、物が歪んで見えたり物が小さく見えたりするというような症状が起こります。目から入る光刺激を吸収し電気信号へ変換する視細胞、網膜の正常な働きを司る細胞です。林教授はこの視細胞を撮影するカメラ、眼底微細カメラを日本で初めて臨床検査に導入し、治療法の研究に役立てています。 1.6 ミクロンの解像度という非常に高い解像度を持った眼底カメラになります。以前はですね、亡くなった患者さんの眼球から病理標本を作成して電子顕微鏡で見るというようなことが行われていましたけれども、今は生きた細胞のまま見ることができると。網膜の視細胞を患者さんの目の状態そのままで撮影することができるようになって、視細胞が悪くなっているかどうかということがはっきり分かるようになりました。林教授の研究室では眼底微細カメラの他にも網膜へ供給される酸素濃度を測定するカメラなど最新の機器を使って研究を行っています。これらの機器を臨床検査に用いることによって治療や研究が今後どのように発展していくのか伺いました。最新の機器を用いて病態を解明し最善の治療を行うことです。今まで分からなかった網膜の機能が画像として見えるようになりました。これからさらに網膜の機能をもっと画像化することができるようになると思います。そうなったら網膜あるいは眼球のいろんな病気が早く発見することができて早く治療することができるということになって、患者さんにとって非常に素晴らしいことになると思います。